こんにちは。今日はおふくろさんが初めて気候に挑戦しまーす。よろしく。よろしくお願いします。はい。じゃあちょっと足開いて。足開けて。はい。膝を、ていうか、足首をね、こう回して、こう、内側から、そうそう、上手上手、そうそうそう。こんにちは。今日は。はい、いいよ。じゃあ、行くか。よし。じゃあ、始めよう。そんなだから、この、いいや。うんうんうん。そうです、この間からね。もうちょっと後ろかな。もうちょっと後ろ下げて。もうちょっと。その辺、その辺だな。うん、その辺だと全身が入る。じゃあ、一緒にやろうか。じゃあね、ここを意識して、ここを力抜いて、体重を、そうそうそう。つま先は前に向けてやると、うん、うん、大丈夫。うん、そう。転がらない。そうそうそう。こういうふうに回すように。そうそうそう。で、手をつけようか。そうそうそう。うん。うん。つま先はこう前に向かない。つらい前に向けると。これでいいんだろ。これでやって、ここでいいんだろ。そうそうそう。これでいいね。そのぐらい。はい、じゃあ、手つけて。そう。そうそう。そうそう。一緒にやろう。こうやって、ね。そう。重心を移動して手をつける。そうそうそう、うん、そんな感じで、うん、そうそうそう、そう、そう上手上手でね、手の甲、手の甲をこう叩いて、手の甲で腰、ここを叩いて、腰のここ、手の甲で、そう、手の甲で、そう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 、そしたらね、今度は膝を意識して、膝を内側から外側にこう。膝を内側の外側に回して、こう、そう、あんまり膝をやると痛くなっちゃう、うん、軽くでやる、手にやるとお母さんが、うん、そう、軽くでやる、軽く、うん、軽く守った方がいいよ、うん、軽くすればいいから、うんうん、いや、まあ、こんなにやったことないから膝なんだ、そうだよね、軽く、軽く、うん、だから股関節意識して座る、ね、もうやめる、うん、もうやめる、何、まだ大丈夫、何、まだ大丈夫だよ、まだ大丈夫だけどさ、股関節外のことはいっぱいあるからね、なんで15分でおしまいだよ、もう、うん、分かった分かった、バレーだった、そうだ、そうだよね、休み休みやれんよ、休み休みで、うん、食べれちゃうからね、こうやって楽に、じゃあもうちょっと、もうちょっと足狭くしてよ、狭くして、狭くすれば楽、そしてこうやってやって、その方が楽だろう、どう？これなら大丈夫。うん、そう、これなら楽だよね。うん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 。こうやって、そうそうそう。もうちょっと後ろ、この辺、この辺もいこう。全身が入る。うん。うん。疲れた？大丈夫？そうそうそう。そう。うん。あ、もう痛くなってきちゃった。大丈夫？対応することはないか。あるよ、これ息吸って。こう、こう。うん。あ、こう、こう。そうそうそう、それで吐いて。こう開いて。吐きながら小指上に吐いて。そう、そうそう、吸って。吐いて。そうそうそう。そうそうそう、吸って、吐いて。そう、はい、吸って、吐いて。はい。吸って、吐いて。はい。そうそう、吸って、吐いて。はい。吸って、はい。そうそうそう。で、はい、吸って、はい、吸って、はい、吸って、はい、また違うんやんない、うん、同じことばっか、疲れる、うん、れちゃう、疲れたら一緒に座って、はあ、母だよ母だね、母だけやって、母だね、母今度はね、こう、これを横にして、うん、肩肘でこう肩肘でこう前にこうね、肩肘行ってくる、肩肘行ってくる、水持ってこなくちゃ水持ってくる、いいよ、水も、水あるあるある、うん、喉乾くよね、バレーより大変じゃん、94歳っつうのはね、大変なんだよ、生きることが大変なんだ、そうだよね、運動までいかないのバレーより大変だ、んバレーより大変だ、バレーより大変だ、え、そうかい、うん、バレーより大変かね、バレーの方が優しいね、あ、そう、うん、体に負荷がかかるってことだね、こっちの方がじゃあ体が鍛えられるわ、うん、
こっちの方が体が鍛えられる。元気が出るよ、これからの。悪いのが柔らかいからさ。こっちはなんか。そうそうそう。こうだろ。あ、だから、もう、ね、こうやって、胸介護ね、こう胸の介護。こんなことばっかりやってんの。胸の介護。ね、これ胸の介護。開いてて、肩はい、横向いて、横向いて肩肘ってくる、まあ、正面です。横向いて肩肘ってく、肩肘ってく。バレエより聞こうのが大変だってことが分かりましたね、今日ね。はい、肩肘ってく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 、そうそうそう、肩肘ってく。はい、休み大丈夫、息吸って。今度は肘を緩めます。あ、こうにやってこうか。もう伸び上がって、うん、でね、肘をこう下にこうにやって、吸って肘を正面で、はっと、あ、もうくたばいて、座って休んで、くたばいて、あ、大変だね、気候もやっぱりね。気候は大変だね。気候はやっぱり疲れるんだね。あれより大変なんだ。なるほど、ね、55分ね。そうだよね、うん、あ、そうだね。じゃあ準備運動終わったら終わりですか。あ、でもいや、まだ、うん、休んでて、もうちょっと。じゃあ休みで休みやればいいよ。お前のやつ見てて、うん、あ、そう、じゃあやってみせるよ。こうやってね、今ここまでいったらね、これは肘を緩めんだよね。こうやってこうやって肘を意識して、肘をで、こうやって待ってくださいね。これは全身の関節を緩める運動、うんうんうん、下からね、こう下からドン、膝ね、股関節、肩ね、肘、手首、全身の関節を緩める、うん、ね、じゃあ遠くに手首、手のひらを持って折りまーす、ふわーいって言ってね、折りまーす、ふわーうち、ふわーうちね。そしたらね、これ、心臓と背中を叩く。こうやって叩く。こうやって叩いて、叩いてる。そうそう、こう叩く。そうそうそう、そうやって叩く。うん、これで邪気を出す。毒素を、体の毒素を出す。こうやって叩いて。ね。じゃ肩を叩いて。うん、肩を叩いて。うん、そうそうそう、肩を叩いて。やってみよう。そう、肩を叩いて。うん、うん、うん。で、深く、もっと深く。うん、うん、うん、うん。そうそうそう。はい。ね、そしたらお腹と腰。そうそう、手の甲で、手の甲でここを叩く。ね。そう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 。こっち、こっち、右、上に、下は、こっち側を握るか。下に握るような感じ。うん、握りような感じ。ね。こっちはお腹を叩くですね。手のひら。本当。うん。そうそう。そう。難しいんだね。難しいかっちゃったよ。うん、初めての。初めては難しいんだな、ね。うん。じゃあ股関節叩く。このくらいだよ、できるよね、このくらいならね、このくらいならできるよ。このくらいやってるよさ、うんうん、お腹がいいじゃない。うん、そうそう、便秘もいいじゃない。便秘にいいよ、便秘にいいよ、この人は、うん、そうだよ、うんうんうん、うん、そしたらお尻、お尻って叩いて、腰か、うん、腰にもいいよ、これ。じゃあ、仙腸関節ってさ、うん、あ、これいいね、仙腸関節ってね、こういうのがいい、これ叩いてください、うん、仙腸関節、うん、ね、そしたら下に叩いてって、で内側から上げてきて、外側から下ろして、内側から上げてきて、そう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 、で手を内側から、で外側から下ろす、手を外側から下ろす、手を内側から、外側から下ろす、はい、手を内側、はい、内側、外側から下ろす、で手をこすって、これ座ってやっていいよ、大丈夫、座んなくていい。だけど、腹減った、もうくたぶれちゃった。だから座って、あ、座ってるよ、いや。これは座ってる。あ、ダメだね。結構疲れるね、気候は。ああ、大変なんだ。ああ、疲れるね、やっぱりね。ああ、で、手首をこすって。これは、あ、マッサージだから。このくらいだから。ね、このくらいならできるから、自分のマッサージだから。そうそうそう、で、小指の、うん、そうそう、小指は心臓とつながってるから、うん、うん、親指は大腸、小指は心臓、顔、撫でて、
ああ、ダメだ、ほら。目が、これしてるから。ちょっと話して、気で慣れるから話してやって、話して。そう。うん。じゃあ、首筋をこう撫でて、話してやる。で、喉を撫でて。じゃあ、上から下に下ろします。そう。歩けない人は座ってやってるんだね。そうだよ、座ってやってもらってんでいい、うん、うん、じゃあ無理して老人ホームなんかさ、座ってやってるんだ、座ってないんですよ、そのね、ね、はい、じゃあ脇からお腹で腰をこすって腰こすって、面白い。じゃあこれくらい終わりすっか今日は、はい、じゃあもうおふくろさんもくたびれたので、今日はこのくらいで終わりにします。ちょっと待って。もういいや、お疲れ様。これでいいよ。はい、じゃあありがとうございました。どうもできてたかね。できてただろ。おかしい。あ、これ。